ニュース神戸発は2003年3月31日から2019年3月29日まで兵庫県内の NHK 総合テレビジョンで放送されていた NHK 神戸放送局制作のローカルニュース番組である。前身のニュース関西発神戸は関西の NHK の各放送局が夕方の地域情報番組を強化することを目指し当時の ニュース関西発の18時45分以降を各府県内向け放送の枠に当てたのに伴い2002年9月30日に兵庫県ローカルニュース枠として放送が開始された番組は主に兵庫県内のニュースと地域情報を伝えているが関西各地からのニュースやリポートも放送されているまた気象情報についても首都圏で放送される首都圏ネットワークを 同時ネットという形をとっている。独自要素として、阪神・淡路大震災に寄せる県内の有識者や視聴者からのメッセージを特集するコーナーなどを設けている。2003年3月31日に17時台からの関西ニュース一番がスタートしたのに伴い、タイトルを表題通りのニュース神戸発に改め、放送時間を18時30分開始に拡大した。 同年9月29日には18時10分開始と、さらに拡大された。2005年度からは毎週金曜日の18時30分頃、以降、を、カフェトアステーションと題し、神戸放送局1階に設けられたトアステーションからの公開性放送で、交絡情報やミニコンサートなどが放送されている。なお2006年1月以降、公開放送はミニコンサートのみに縮小。 2008年度からコーナータイトルがジャズライブ神戸に改められている。当初はニュース関西初テーマ曲のジャズバージョンが番組テーマ曲に使用されていたが2003年3月31日からは神戸市在住のジャズピアニスト安藤義則作曲演奏のシーウィンドが使われている。また気象情報の BGM にはジェイクシマブクロのフラガール アコースティックバージョンマイナスが使用されている。東日本大震災発生後は一時的に放送を休止していた。2019年3月29日をもって放送を終了。翌週4月1日からはライブラブ兵語として新たに放送される。いずれも平日の放送で、祝日は休止圏内の様々な話題を紹介。内容は一部、ぐるっと関西お昼前と連動。 2015年3月までのコーナー名は、とっておき兵庫。阪神淡路大震災の経験、記憶を語り継ぐ企画。視聴者から寄せられた投稿ビデオを紹介。県内で行われる展覧会や話題の美術館、博物館の情報。当該集飛版のキャスターが、兵庫県内の市町村を回り、街ぶらロケをする。週末おすすめの行楽情報。内容は、 ぐるっと関西お昼前と連動。神戸を中心に活躍するジャズミュージシャンによるミニコンサート。放送終了後にもミニコンサートがある。関西のニュースを伝える。また18時52分 -18、54は全国の気象情報を東京から放送している。阪神、淡路大震災に寄せる有識者や視聴者からのメッセージを紹介。神戸を中心に活躍する ジャズミュージシャンによるミニコンサート。放送終了後にもミニコンサートがあった。県内企業、組織のトップに経営の戦略や今後の取り組みについてインタビューをする。大河ドラマ、軍師、官兵衛の放送に合わせて、姫路報道室、中村ゆかが黒田義孝ゆかりのものを紹介する。2012年4月から2015年3月、大阪局から放送。 この他に不定期で県内のスポーツ情報が放送される。2011年1月23日には NHK ワールドプレミアムでもこれまでの震災命の絆のコーナーを総集編として放送した。関西で重大なニュースが入った場合は一部の時間帯が大阪発になり、当コーナーは休止。ありがとうございます。